和気町は山口県本土部の最東にある町、訓賀郡で唯一残る町である。山口県と広島県との県境である小瀬川のう岸川口部に位置している。南側を岩国市に囲まれ、北側を県境である小瀬川を挟んで、広島県大竹市と接する。町東部には町役場を含む主要な公共施設や交通、産業施設の下半が集まる干拓地や、 埋め立て地を含む低地が存在する。他の地域は産地がその多くを占め、小瀬川の支流域に古くからの集落が形成されている。近年の減少傾向にある人口への対策と推測される町内での住宅建設に対する建設補助金の交付や借入金への利子補給などの定住者増加施策が実施されている。脇村は 発足時より3大技があった。1979年、各大技ごとに住居表示が実施され、各大技と同盟の町が発足した。ただし、大技脇は全域が住居表示が実施されたため、大技としては消滅した。エネオスはサザトヌの声油所を恵まれた立地環境を活かした重化学工業が町の主要な産業となっており、 瀬戸内工業地域の一角を占める。これらの工場からの税収入により、町財政にはゆとりがあると言われており、幼稚園、小学校、中学校の給食は無料である。なお、町内に高等学校はない。脇駅市外局番は0827となっている。天気予報は山口県東部地方の0827の177である。なお、大竹市は、 広島県に属するが、電話に関しては山口県扱いとなる。郵便番号は以下の通りとなっている。ありがとうございます。